まずはじめにですね、有効都市田野畑村への職員派遣につきまして、説明させていただきます。資料の1ページをご覧ください。現在東日本大震災により被災した有効都市の岩手県下平郡田野畑村に対して復興支援として市職員を2人派遣しておりますけれども、来年度も引き続き、職員を派遣します。派遣期間は平成28年4月から平成29年3月までで、土木技師を2人派遣します。2人とも新規の派遣となります。田野畑村では、かさ上げによる集落道の整備などを担当します。これまでの田野畑村への職員派遣実績については、ご覧の資料の通りでございます。次に、深谷市コミュニティバスクルリン運行改定につきましてご説明いたします。資料の2ページをご覧ください。深谷市コミュニティバスクルリンは平成27年4月1日から試運行を開始し、1年が経過します。平成28年2月までの昨年度同期利用人数を比較すると約3割の増加となっております。今後も地域住民を支える移動手段の一つとして確実な定着を図るため、利用者アンケートなどをもとに7点の改定を行い、利用者の声を反映した柔軟な運営を実施します。この改定は4月1日から実施します。それでは主な改定点についてご説明いたします。資料の3、4ページをご覧ください。まず北部デマンドから深谷赤十字病院までの直通運行を開始いたします。そして運転免許証返納者へ運賃割引を導入します。高齢者の運転免許自主返納は埼玉県警察も促進している制度です。運転免許自主返納者に限り運転経歴証明書の提示によって運賃を200円のところ100円割引します。次に利用者の利便性向上を図る改善として現在の電話予約に加えインターネット予約を開始します。また安全性利便性向上のための運行改善としてバス停の新設移動などを行います。さらに利用者サービス向上として障害者割引制度は障害者手帳の提示によりサービスを提供します。次に深谷市コミュニティスクールの指定につきましてご説明をいたします。資料の5ページをご覧ください。本事業の目的は学校が抱える課題を地域ぐるみで解決するために、学校と保護者地域の皆さんが共に知恵を出し合い学校運営に意見を反映させることで子どもたちの豊かな成長を支える地域と共にある学校づくりを進めるものです。そこで国が定める保護者や地域の代表者学校の職員から構成される学校運営協議会を設置した学校を深谷市コミュニティスクール通称 FCS に指定します。院の例は資料の通りです。学校運営協議会では学校運営の基本方針を承認したり教育活動などについて意見を述べたりする取り組みが行われます。深谷市では平成28年度当初で深谷小学校と豊里小学校の2校を深谷市コミュニティスクールに指定し、その後他の27小中学校も平成28年度中に順次指定をしていきます。市内全小中学校がコミュニティスクールの指定を受けるのは県内初の取り組みです。学校、家庭、地域が一体となった学校運営協議会の取り組みを通して教育が地域のエンジンとなり、元気な学校、元気な子ども、そして元気な地域となることを期待しております。次に渋沢栄一ゆかりの深谷市論語の里街歩きガイドアプリにつきましてご説明いたします。資料の6ページをご覧ください。4月1日から利用開始となる
深谷市論語の里街歩きガイドアプリは、携帯スマートフォンを活用したアプリで行う街歩きガイドです。渋沢栄一の生誕地は現在論語の里として、渋沢栄一記念館を中心に多くの観光客をお迎えしております。各施設に友人ガイドを配置して来訪者への案内を対応していますけども、渋沢栄一ゆかりの施設や史跡が広く点在していることから、施設と施設をつなぎ、論語の里やその周辺を広域的に道案内するツールが必要となり、機動性を考慮して携帯スマートフォンを活用したアプリによる街歩きガイドをこの度導入しました。具体的には論語の里や周辺エリアの渋沢栄一関連スポットの紹介や、現在地から選んだスポットまでを検索して道案内を行います。また設定されたおすすめルートを選ぶと、地図画面と AR カメラ画面で現実の風景を映し出したリアルなガイドによって街歩きを楽しむことができます。おすすめルートは主要コースをはじめ、さまざまなコースを9コースご用意いたしました。でこのアプリは一度ダウンロードすれば何度でも活用することができます。例えば渋沢栄一の生涯やゆかりの場所について、絵画やイラストマップを見ながら楽しく知識を深めることができます。またご自宅で渋沢栄一ゆかりの施設や史跡の案内を閲覧することで、論語の里を訪れる事前学習や、来訪後に改めて訪れた足跡を確認するなどの余韻を楽しむこともできます。その他にイベント等の期間に合わせてクイズラリーやスタンプラリーをアプリから楽しめます。また音声による自動再生機能を搭載するほか、さらに外国人のための多言語、日本語、英語、中国語、韓国語に対応しております。アプリはスマートフォンの各種アプリストアから購入費0円でダウンロードできます。ただしダウンロードに通信費がかかります。そのため渋沢栄一記念館では無料 Wi-Fi を整備し、アプリ利用への利便性を高める環境整備を行いました。この深谷市論語の里街歩きガイドアプリを通して、多くの皆様に論語の里にぜひお出かけいただけますようお願い申し上げます。次にグリーンパークのチューリップにつきましてご説明いたします。資料の9ページをご覧ください。北関東最大級の人気アミューズメントプールパティオのある深谷グリーンパークでは、公園内に植えられている約3万1000本のチューリップが4月上旬に見ごろを迎えます。深谷市は深谷ネギをはじめとした野菜のほか、花においても全国屈指の大生産地です。特にチューリップは切り花生産において農業産出額が全国で第2位となっており、年間で約1290万本が生産されております。今年のチューリップの植え付けは、赤色のクラサ、ピンク色のハウステンボス、オレンジ色のワールドフェボリット、黄色のビッグスマイル、白色のフランソワーズ、合計で約3万1000球です。これら5品種のチューリップを面積約1150平方メートルの花壇へ縞模様に植え付けしていきます。開花時期は3月下旬から4月中旬くらいと予想しておりますけども、今後の気象状況によりまして、よりますので、パティオのホームページでお知らせをいたします。また桜やチューリップの開花に合わせて4月の10日日曜日にパティオ祭りを開催します。ダンスのパフォーマンスやキッチンカーをはじめ、イベント盛りだくさんの催しです。ぜひ皆様にご来場いただき、色鮮やかな春を彩るチューリップをご覧いただきたいと存じます。次にミスユニバース埼玉大会2016ファイナリスト花フェスタに集結
につきましてご説明いたします。資料の12ページをご覧ください。深谷の春の風物詩となりました第13回深谷花フェスタ&オープンガーデンフェスタを4月の29日と30日の2日間開催します。深谷花フェスタでは深谷市の特産物である花が、持つ魅力を十分に活用し、花の魅力イコール深谷市の魅力と位置づけ、今回は新たな取り組みとして深谷市花き生産組合連合会とミスユニバース埼玉の協力により、お互いの相乗効果で市内はもとより市外県外から多くの人に深谷市を訪れていただこうとするものです。花と美、深谷の花の魅力再発見と題して花フェスタを通して深谷さんの花と、市の魅力をより多くの方に伝え、またミスユニバース埼玉の社会貢献活動も知っていただくイベントになります。今回ミスユニバース2016年度グランプリ藤塚ひとみさん、準グランプリのジェニーさゆりさん、同じく準グランプリの矢島まなみさんをはじめ、ミスユニバース埼玉大会ファイナリスト13名とミスター埼玉ファイナリスト2名の合計15名が出演いたします。この後会見終了後、グランプリの藤塚さん、準グランプリのジェニーさん、矢島さんの3人にご登場いただきます。でさて、花フェスタではミスユニバース埼玉大会2016ファイナリストによるステージショーを行い、そこで深谷さんの花を持ち、花と美の共演でイベントを盛り上げていただきます。そして花の名前や特性、育て方の説明に加えて、生産者もステージに登場し、モデルとともに深谷さんの花を PR いたします。花フェスタ会場には深谷市さんの花の紹介コーナーを設置し、深谷市でどのような花をどのような生産者が生産しているのか、その花たちの特性や育て方なども添えて来場者に広く PR いたします。ミスユニバース埼玉大会ファイナリストの皆さんが一堂に会してイベントに参加することは、県内初です。まさに深谷花フェスタにたくさんの花を添えていただくことだと思います。皆さんもぜひ彼女たちに会いに会場に足を運んでいただければと思います。なお、第13回深谷花フェスタ&オープンガーデンフェスタの詳細につきましては4月の記者会見でお伝えいたします。以上でございます。よろしくお願いします。それでは